はい、どうも、あやとです。本日もご視聴ありがとうございます。今回の動画なんですけれども、あやとサロンの大型トラック同乗イベントの次回の予定について決定いたしましたので、告知の動画として公開させていただきます。次回の開催は7月13日と14日となります。開催時間は前回と全く同じで、13、14ともに午前9時から午後13時までの第1部と、午後14時から18時までの2部で、それぞれ6名ずつ参加募集をいたします。こちらの動画の概要欄の方に、参加申し込みフォームの URL アドレスを貼らせていただいておりますので、そちらからジャンプしていただいて、各種情報をご入力していただいた上、参加の申し込みを完了していただきたいと思います。皆さんご存知と思うんですけれども、7月の13日から15日にかけて3連休ということになっておりますので、前回参加していただけなかった方も比較的参加しやすいんじゃないかなと思います。前回のイベントの報告動画の方でも少しお話をさせていただいたんですけれども、あやとサロンのイベントに参加された方の中で今現在2名の方がですね、私が紹介した待遇が良く福利厚生が充実している東証一部上場の運送会社への就職が決定いたしました。前回のイベントでも運転のメインのテクニックに加えて就職相談というところで大手の運送会社に入る方法とその内部事情や給料待遇について詳しいお話を直接させていただいた方も多数いらっしゃいます。まあ、具体的な受験の方法や大手の運送会社に入るために必要な資格、また持っておきたい認定証などのお話についてマンツーマンでお話をさせていただいております。やはり運送会社というのは大手も含めて日本全国いろいろなところにあるんですが、例えば東北地方の方と九州にお住まいの方ですと、おすすめできる会社というものもだいぶ変わってきます。例えば関東には存在するけれども九州には存在しない運送会社や、日本全国に支店が存在するもののそれぞれ取り扱っているトラックの種類が異なるというパターンもあります。例えば九州地方では4等車しか配備している支店がないという運送会社でも、関東では大型車もしくはトレーラーを配備しているというようなところも多数存在します。こういった規模の大きく、また大手の運送会社であるほど起こりがちな配備されている車両の地域差といったようなものも加味しながら、それぞれお住まいの地域ごとにお勧めできる運送会社について私が知っている情報があれば提供しますし、地域ごとでの具体的ないい会社の調べ方といったようなものも直接お話をしていく形で考えております。前回も非常に好評でですね、何人もの方々が就職相談というところで私のイベントに参加していただきました。そのイベントの最中も初めて大型トラックに乗る方、また4トン車から大型トラック、もしくはバスから大型トラック、タクシーから大型トラックというふうに業種を変えたいというふうな考えをお持ちの方に対し、初めての大型トラックになるべく早く慣れていただくために各種重点的な安全確認の方法や大型トラックならではの必要な技能もしくは運転技術に関する知見、それからリアのオーバーハングの振り出しや混雑している物流センターにバックで入るテクニックなど、より具体的かつ実践的な内容になってきております。高速道路に加え一般道と流通団地、つまり大型トラックに乗るようになれば必ず出入りする場所といったところも同乗しながら走行し、具体的なテクニックをお教えしますので、大手の運送会社に入っても事故を起こさず安全でよりリスクの少ない運転ができる環境というものを直接教えてまいります。前回の大型トラック独特の挙動であるリアオーバーハングの振り出し、要はお尻の振りですね、これを必要最低限の範囲内に収める運転の方法や、絶対にお尻を振らないための技術テクニック、それから後部をぶつけないための安全確認の方法や、物流センターで起こりがちな他の車両や軒もしくはポール、支柱、看板といったようなものに接触させずにバックもしくは方向転換を行う方法についても具体的なテクニックをお教えしていきます。これらは実際に本来仕事をしながら覚えていくべき事柄なんですけれども、万が一実際の現場でこういった難しい環境で大型トラックを取り回ししなければならない際に、もしぶつけてしまった場合はそれで一事故ということで、最悪の場合厳しい会社ですと二度と大型トラックに乗れなくなってしまうというようなリスクを背負う可能性もある事故の一つとなっています。
特に交代事故に関しては事前の安全確認もしくは降車確認を行っていれば防げるはずの事故という認識になってしまいますので、より起こしてはならない、その交代事故に対し防衛線を張らなくてはならない、技術的なノウハウを持っていなければ実際の現場で活躍することができないといったようなものになりますので、私の持っている全ての技術を引き継いでいただくというようなニュアンスで捉えていただければ、非常に有効的な研修になるんじゃないかなと思います。大型トラックの運転テクニックというのはこういった高速道路や一般道路でのみ作用するものではなく、どちらかというと狭い物流センターに入る際の注意点や拙者バースというトラックと荷役作業を行うプラットフォーム等を接岸させる方法、また積み込みの際のフォークリフトとの連携の取り方、事故を起こさないように確認しなくてはいけないポイントについて、実際に私がですね、今まで現場で学んできたこと、また実際に指導している点、そして独自に生み出した技術などについて、初めて大型トラックに乗られる方、また現在大型トラックに乗っているというような方に対して、教えていくというような内容となっております。ですので、アヤトサロンの大型トラック同乗イベントに来ていただければ、就職相談はもちろん、大型トラックの基本的な取り回しや事故を起こさない運転の仕方について総合的に学ぶことができる機会であるというふうに認識していただければいいと思います。こういった実践的な内容にはなりますけれども、もちろん大型トラックの免許を持っていない、そもそも車の免許を持っていないという方も、単純に大型トラックに乗ってみたい、運送業界というものを体験してみたいという方も自由に参加していただけます。実際物流業界を目指していないという方は、運送業界の大型トラックの運転手が常日頃どういったことを考えながら運転しているのか、また大型トラックには運転する上でどのような技術が必要なのかということについても、実体験で横で学ぶことができると思いますので、非常に面白い時間になるんじゃないかなと思います。実際プロドライバーの方々もしくは運送会社への就職を希望する方々もたくさん来ていらっしゃっているんですけれども、中には単純に大型トラックに乗ってみたいという方もたくさんいらっしゃいますので、決して敷居の高いイベントではありません。お気軽にご参加いただければと思います。先ほどもお話しした通り、こちらの動画の概要欄の方に参加申し込み用のフォームを作っておきましたので、そちらからお早めに参加申請の方をよろしくお願いいたします。前回のイベントも満員御礼ということで、全部で24名の方に参加していただきました。今回も参加申し込みの枠が早期に埋まってしまうことが予想されますので、なるべく早い段階で申し込みの方をしていただければと思います。今回ね、たまたま3連休ということもありまして、私アヤトサロンが動きやすかったことということもあり、開催日程を7月13日と14日の2日間とさせていただきました。これ以降の講習については、私の休みがちょっといつ取れるか確約ができない状態になっておりまして、完全に不定期なイベントとなっております。また九州地方、四国地方、それから東北の青森県などから実際に参加していただいている方々が多数いらっしゃいます。遠方からいらっしゃる方々もこういった連休の際には比較的来やすいんじゃないかなと思いますので、一度アヤトサロンの隣で運転を経験してみたい、また就職に関する相談をしたい、大手の会社に入りたい、そして大型トラックの技能を磨きたいという方は、大きな自己投資になると思いますので、ぜひ参加していただきたいと思います。今回少し長い動画になってしまったんですけれども、イベントの告知の方はこちらで以上となります。前回のイベントの告知動画の際に何名か参加の申し込みをすでにいただいておりますので、余っている席しかご案内することはできないんですけれども、参加の申し込みを完了していただければ席の空き状況についてもすぐにご連絡することが可能となりますので、そちらのメールでご確認の上、参加希望の日程について申請していただければと思います。今回も多くの方々に来ていただけると思いますので、私アヤトサロンも直接視聴者の皆様とお会いできることを楽しみにしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アヤトでした。おやすみなさーい。